今回のゲストは自称ときめきアーティストのイメタソさんです。お願いします。ときめきアーティストっていうのは素晴らしいな、ねえ、うん、どういったことなんでしょうか。はい、私はいろいろそのアートの制作とか、うん、ハンドメイドのアクセサリーを作ったりとか、うん、あといろいろやりたいクリエイティブなことを結構趣味の延長でいろいろやってるんですけど。趣味の延長、まあ、趣味、もうほぼ趣味みたいな感じなんですけど、うん、なんかそのときめきっていうワードを大切にしてこう発信していきたいなって思って、うん、去年ときめきアーティストっていう名前をつけて活動しています。なるほど、はい、ご自身でつけたんですね。はい、そうです。あ、他にはいらっしゃらないですか、じゃあそのときめきアーティストは。多分いないと思います。あのイメタソさんはですね、講談社主催のオーディションミス ID2021 で賞をもらっていらっしゃるということで、将来の夢はときめき競争になることだ。ときめき競争。どうも、イケタソだよ。今日はね、ファンシー感満載な可愛らしいアーティストということで、僕がレポーターに抜擢されちゃったよ。キュリー無理してますね。ということで、イメタソワールド全開なアトリエ兼ご自宅にお邪魔しました。こちらは 2DK の一室ということですが、とんでもないことしてますね。すごいですよ、これは。まだ引っ越して1ヶ月ぐらいなので、はい、ちょまだできるかなって思ってるんですけど。もう隙間ないですよ。大家さん見たらびっくりするでしょうね。そうですね。いやー、ハッピー空間だこれ。普段どういうアーティスト活動をしてるんですか。はい、ときめきアーティストっていう名前でやってるんですけど。ときめきアーティスト、はい、はい。多摩美術大学のテキスタイルデザイン学科を卒業したイメタソさんは、かぎ針編みを駆使したテキスタイルアートをはじめ、持ち前の色彩感覚にちょっぴり毒のある世界観が特徴的なイラストレーション、趣味で集めたという雑貨で空間を生み出すアートディレクションなど、一つの手法にとらわれない自由な制作活動を行っています。近年はハンドメイドブランドを立ち上げ、ポップアップストアやイベントにも出店、多方面からときめきを発信。そんなイメタソさんのときめく作品の生み出し方とは。作るとき基本ここら辺でやってるんですけど、例えばビーズとかだったら、ここにすごいいっぱいビーズが入ってるこういうのがあって、もう全部床とかにこうやって並べて、なんか基本的に計画を全くしないでいつもやってるので。計画しないで、はい、なのでこうやって全部 見ないと作れなくて、なので全ての材料をこういう風に並べて、はい、でこう作りながら結構直感で、あ、これにしよっかなみたいな感じで、ここを見ながらここで作ったりしてます。へえ、じゃあもう始めるときは、はい、作るってことだけ決めてて、はい、何も決めてないですか。そうですね、結構基本的にあのものによるけど、割と何も考えずに何か作ろうって思って、とりあえず広げるということが。この日池崎が巻いているのもイメタソさんのハンドメイド鉢巻き。どうやって作ったんですか。これは手編みで、はい、毛糸を編んでつなげて作りました。これ今日のために。はい、今日のためにですよ。ありがとうございます。これ僕に合わせてこの色なんですか。そうです、ちょっとなんか赤とか黄色のイメージがあったんで、でもちょっと可愛くしたいなって思ってラメとかリボンとかつけてます。ウケるかなとか思ってたけど、そんなんじゃなかったですね。そうですね、しっくりきて、なんか普通です。普通普通なんですよ。普通ですね。普通が一番良くないですか。僕なんかは普通が良くないですけど。さらに物色、ここで熱烈なイメタソファンの存在が発覚。ポスターが、え、これは、
これもなんか前ポップアップショップをやった時にそのために作ったポスターなんですけど、はい、これ夢たつさんですか。あ、そうです。あら、自分で作ったやつのモデルとかもやって、あそこにもほら夢たつさんのあれ雑誌ですか。雑誌風に作ってました。彼氏が。あ、彼氏さんが結構協力的なんですねデザインみたいなのちょっとやってるみたいです、はあ、林さんもなんかそういうデザイン系の仕事を今してるんですか。なんて言ったらいいの、趣味で。めちゃくちゃ彼氏さん自分の彼女を確かにね、可愛くフリー素材みたいな感じで使われてます、ポスターにとどまらず自主制作雑誌まで。これまでの作品をまとめた一冊を見せていただきました。いいっすね。作ったんですけど、例えばですけど、これは実家のお風呂場なんですけど。実家の風呂っすか、はい、だいぶ改造してますね空間をめちゃくちゃ可愛くするってことですね。そうですね、自分も入り込んで服とかも決めて、もう世界観を作り込むみたいな。実家びっくりしたんじゃないですか、お母さん。そうですね、何してんのみたいな。なんか5時までに片付けてよみたいな入りたいんだから最後に自信もサイズも最大級な卒業制作が。うわ、これはだいぶ気合い入ってますね。全部これ手編みで色塗ったり色いろいろついてますね。熊がいっぱい埋まってるんですけど。あ、山本線だ僕はこう海のなんか底みたいに見えたりもしますね。なんかサンゴとか見ます。はい。一体どんなときめきが。奇想天外ときめきマックスな卒業制作、この後スタジオにてご覧あれ。あの若い人のやるああいうね、デコラティブなのってなんかちょっと抵抗感があったんですけど、うん、あのイメタソさん の、うん、あの部屋見るとなんかね、なんか納得できるっていうかあ、これ多分カラーコーディネートの話なの か、うん、なんかすごいバランスがいい感じがするんですよね。なるほどなるほど。なんかそのファンシーだけどあんまりそのごちゃごちゃしてないみたいなことなんですかね、うん、そしてスタジオにはですね、多摩美術大学の卒業制作をはじめ作品をいくつかご用意いただきました。これを見るとあのお部屋の僕が納得したなんとか世界観っていうのがすごく分かるっていうか、ものすごくいいですよね。そうですね、うんうん、色を合わせるのがうまい。これはあのこだわりのポイントみたいなのはどちらになるんでしょうか。これはその網の技法で作ってるんですけど、うん、でも細かく見ていくと、あの刺繍でなんか文字を塗ったりとか、あと刺繍でなんかイラスト描いたりとか、あとぬいぐるみを埋め込んだりとか、うん、いろんなビーズをこう装飾でつけたりとか、いろいろその網だけの技法じゃなくていろんな技法を組み合わせてやってみたっていうのがすごいポイントで、結構なんか遠くからでも近くからでも結構長時間立ち止まって見たくなるような作品が作りたいと思って作ったものです。あの今回私がですね、イメタソさんをニュージェネレアートとしてですね、うん、おすすめするポイントがあるんですけど、可愛、うん、い的スタイルっていうですね、これ可愛いって、まあ、可愛い世界なんだけど、可愛い的っていう可愛いをもっとですね、未来的にして可愛い的というふうに名前をつけて、うん、なんとテキスタイルっていうですね、うん、あのイメタさんの世界をそこにガンとくっつけてですね、可愛いテキスタイルっていう、はあはあはあ、新しい世界観がいいんじゃないかなと思って。可愛いテキスタイル、ああどうですか、可愛いテキスタイルというのめっちゃいいですね。あ、めちゃくちゃいい、いいですね。ときめきますか。はい、ときめく今回ね VTR に出てきた雑誌、これ持ってきていただいて、はいはいはい、これは彼氏が全部作ったんでしょ。編集とかそういうのをやって、へえ、そういう方なんですか。お仕事としてやられてるんですか。いや今全然あの趣味ですね。趣味で、はい、そうなの。趣味で2人で夢あふれちゃっていやいやそうですよね。そして今回ですね、池崎君がこの雑誌にあるようなイメタソワールドの撮影に挑戦したっていう、もう大丈夫かな。
池田素です。騙されましたか。すぐ小峠さんは騙される。池田素ですよ。残念でしたね。なんて日だ。やってきたのは高円寺にあるイメタソさんお気に入りの古着屋キキツー。あー、ここはよく来るんですか。はい、パステルカラーの古着とかがすごい好きで、よく来てるお店です。だいぶだいぶファンシーですね。はい、全部こう可愛い色してますね。今日ここで何を。今日は、この後家で空間装飾をして、はい、池崎さんと一緒に撮影していきたいので、うん、その時に着る衣装を、決めていきたいと思います。あ、衣装を、はい、やっぱあの小峠さんがやっぱり、はい、あの結構スケベなんで、はい、だからちょっとセクシー路線が喜ぶかもしれないですね、はい、そうですね、はい、あ、そうですね、セクシー路線でちょっと探していきたいと思います。あ、いいですね、セクシーで可愛いやつ期待しておいてください、小峠さん。このスケベこの野郎。ということで、2人でときめくセクシー衣装を探していきます。これが可愛いですね。可愛い可愛い。よくこういうの着るんですか。そうですね、なんか透けてる素材とかがすごい好きで、重ね着していろんなコーディネート楽しめるので、よくこういうの買ってます。じゃあ今日も重ねていきますか。そうですね、はい、なんか透けてる感じとキラキラとかそういうので合わせていきたいと思います。なるほど、はい、予算はいくらでもあるんで。本当ですか。うちの番組すごいですからね、予算いくらでもあるんで。そうなんですね、贅沢に使ってください。わかりました。すごいですね、これ可愛いですね。これ手縫いじゃんみたいなのとか。湯葉だ。湯葉レベルの薄さだ、これは。下田歌劇が着てたやつですよ、これ。あー、着てたな。セクシー系でいくとランジェリー系ですかね。峠さん、ランジェリー系好きなんで。あ、そうなんですか。もう知らないだろうね、こと。あら、これも色がなんか珍しくて可愛いです。これは理想のセクシー可愛いが入ってますね。小峠さん、ミニが好きだから。これとかはどうですか。おお、めっちゃミニですね。可愛いかもしれない。めちゃくちゃ可愛いっぽいですね。多分この下田モデルも上からこれを入れることによって下田をちょっと薄くしてくれてます。そうですね。 OK! これしますか。はい、これでこれで決まりで。全然いいと思います、はい、これはいいと思います。これは期待してますよ、小峠さんが。はい、期待しててください。はい、期待します。いけたそうだよ。美脚だよ。どうですか。どうですか。すごくセクシーで可愛いと思います。本当ですか。はい、可愛いですか。可愛いです。やったよ、やったわ。うん、はい、あ、でもちょっと着替えられましたね。はい、ちょっと合わせて、ちょっとこの透けてる感じとかひらひらを合わせてみました。本当だ、いいですね。全く一緒だ、かわいい。全く一緒。じゃあここからどうしますか。はい、この後は服以外に後ろにかけたりとか、周り、自分の周りに装飾するものを私の部屋から自由に選んでいきたいと思います。なるほど、はい、分かりました。どれを持っていこうかな。小物をチョイスして。よく分かる。あ、それいいじゃないですか。ちょっと白いスペースを埋めるように物を配置していきます。あ、上手ですね。5分ぐらいでもこんなに変わる。一旦撮ってみます。ほら、かわいいよ。そう、なんかいいんだけど、ちょっと、はい、ここが映るなとか、この白さ、はい、それに調整していきます、ね、ときめきワールドに目覚め始めた39歳独身芸人池崎。ちょっと先出そうか。39歳池崎。これ手に持っといた方がいいかな。ちょっとエロい感じで手はこうか。ちょっといろんな角度から撮ってみたい。可
愛い。ワクワクします。あ、いい感じです。これベストじゃないですか。自然な感じです。そうですね。楽しそうだな。うわ、すごい。小峠さん喜ぶぞこれ。イメタソさんも参戦。あー、カレーさん、はい。おイメタソさんと池崎が違いすぎるぞ。可愛く映る表情とか、なんかあんまり笑顔とかにしちゃうと普通の写真っぽくなっちゃうので。なるほど。割と真顔とかちょっと なんかちょっとカメラを睨んでる感じとか、うん、真顔は逆にいいんだ。あ、いい。ほらほら、なんか真顔の方が邪魔してない感じする、うん、この世界観を。そうですね、なんか、うん、あ、やばい、小峠さん興奮しちゃう。小峠さんがいいですね。ここからまた厳選して、うんうん、なんかちょっとトリミングとか色味加工したりして。あ、さらに加工、はい、したらさらに可愛い感じになります。よー、さあ、じゃあ撮影は終了してしました。撮影終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。僕40なんですけど、はい、なんか今まで触ってきてない心の部分をザバザバ触れた感じですね。なんかときめきました。ワクワクしたって。小峠さんも興奮間違いなし。完成作品この後お披露目。さあ、というわけで、VTR で撮影していた写真の完成品がこちらになります。あ、いいですね。あら、なんかあの V で見てるときは、ね、うん、全然なんかそんな感じなかったですけど、あ、これ写真で見るとなんかすごい全然違うね。どうでしたか、池崎とやられて。そうです、なんかでも池崎さんのあの感じをちょっと残したままやろうと思って、うんうんうん、なんかあんまり化粧をいっぱいしたりとかウィッグをかぶったりとかしないで、池崎さんのままの顔というか、そうですよね、を残してでも可愛いっていう感じにしようと思って。でもうまくなんかちょっと中和してなったので、池崎さんも結構本気出してやってくれてすごい良かったなって思います。そしてですね、今回小峠さんがときめくためのヘッドドレスを作ってきていただいた。あ、そうですか。あ、はい、いい感じです。あの、思ったほど反応ないです。そうですね、アートの方もやっぱり力を入れていきたいなって思っているので、こういう作品を作っていろんなところで展示とか、そういう機会があったらいいなっていうふうにすごい思ってて、でもあのハンドメイドのブランドとか他にも趣味とかの延長でいろんなこともやってるので、そっちでの好きなこととかもやりつつアートも力を入れつつ、なんかその時々でやりたいと思ったことをなんかやっていこうかなっていう感じで思ってます。Thank you.